このアメリカのこう戦争というのを見てますとですね、よく言われますけども軍隊の方と軍需産業の方とあるわけですね。よく軍産共同体とかですね、なんとかコンプレックスとかよく言われるものなんですが、軍隊と軍需産業というのはまあ密接に、近い関係にあるんですけど全然違うわけですね。軍需産業は例えば巡航ミサイルですと巡航ミサイルをどんどん作って軍隊に送るわけですね。軍隊はそれを訓練して、実践的に使うわけですね。で、あるその巡航ミサイルなら巡航ミサイルっていうのを100発を作るとするにしますね。そうしますとそれを30年間戦争がないと軍需産業は30年間何も作らないわけですね。もちろんその巡航ミサイルを作るためには、巡航ミサイルの画台を作る、いろんな装置ですね、その中には非常に大型の射出成型機のようなものもあるし、それから消鈍器、その例えば、熱処理した後それを冷まして歪みを取るとか、いろんな装置が必要なわけですね。で、膨大な装置をやってそれで、100発作ったと。で、それは戦争が近かったんですぐ使う予定だったと。ところが、結構政治的にうまくいって、巡航ミサイルを使わないで済んでしまったと。そうすると軍隊はですね、旧型の巡航ミサイルをずっと抱えたままになっちゃうわけですね。で、この軍需産業 その矛盾というのがありましてね、やっぱり常に軍需産業っていうのは戦争してほしいわけですよ。それで例えば今から30年前に作った命中率の悪い巡航ミサイルをどんどん軍隊が撃ってもらってなくなってしまわないと困るわけですね。ですから、この前シリアが化学兵器を使ったっていうんでトランプ大統領が、シリアに対して巡航ミサイルの攻撃を行いました。59発の巡航ミサイルを撃って、26発ぐらいが成功したっていう命中したという報道を見て、僕はまず最初にですね、これはボロい巡航ミサイルを使い捨てたかったんだなとこう思ったわけですね。それからつまらない話ではですね、9トンの TNT 火薬を積んだ、なんか人類史上最大の爆弾とかですね、それから全ての爆弾の母とかいうですね、変なタイトルがついてマスコミで大きく騒がれた爆弾ですね。あれは過去に2回だけ使われてるわけです。1回がイラク戦争の前のデモンストレーション、今度はアフガニスタンで使われたやつも多分あれデモンストレーションなんですよ。どうしてデモンストレーションかっていうとですね、あの爆弾役に立たないんですよ。だって普通の爆弾はですね、飛行機のお腹に抱えてて、お腹の蓋をパタッと開けたらそこからダダダダッと落ちてくるわけですね。例えば、3トンの TNT 火薬を積んでいる大型の爆弾が落ちていくと、普通爆弾というのは500キロから1トンぐらいなんですね。1トンの爆弾っていったら、大東亜戦争、昔の日本の戦争なんかじゃちょっと積めないっていうかですね、せいぜい500キロとか800キロじゃなくちゃ積めないと。ところが最近はもう大型爆撃機ありますから何トンという爆弾を積めるわけですね。そうしますと3トンの爆弾を、大型爆撃機のお腹の中からダダダと3つ出せばですねいいわけなんですよ。ところがその9トンの爆弾っていうのはあまりに重たいので、飛行機のお尻を開けてですね、そこからパラシュートを出して降下させるっていう方法を取るわけですね。ですからもう全然実践的じゃないんですが、あのニュースも私見た時ですね、これはやっぱりあんな無駄なものを作って研究費も回収しなきゃなんないし、爆弾の製造費自身も回収しなきゃなんないから、それでやったなと思ったわけですね。つまり戦争を常に見る時には軍隊はどっちかというと戦争をやりたくないんですよ。軍隊がやりたくない理由は2つあるんですね。1つはですね、自分が死ぬからなんですよ。もう一つはですね、作戦通りいかなかった時に責任を問われるというかですね、軍人というのはそれがちょっと許されないっていう感じがするんですよ。許されないというか自分の気持ちが許されない、つまり任務が果たせない。だからしかしそれにはもう圧倒的な戦力があれば別ですけども、接戦の時もありますからね。そうしますと軍隊の人っていうのは訓練ばっかしてて一生戦争がないことを望んでんですよ、実は。ところがそれだと軍需産業の方が困っちゃうので、戦争しろ戦争しろって言われるんですよね。お互いに親しい関係でもあり、政治家も同じってことがあるんですね。ところが日本の太平洋戦争の大東亜戦争の前の時もですね、軍事国家とかですね、なんかそういう言い方をするんですね。軍隊が暴走した。いや、軍隊はね、日本の軍隊でもやっぱり戦争したがらないんです。
それはやっぱりあの当時戦争したら必ず死ぬのは軍人ですからね。ところがその後ろで糸を引いている軍事産業側はですね、どんどん戦争をやってもらいたいわけですよ。その極端な例が現在のアメリカですね。ですから私は、クリントン大統領、それからブッシュ、それからオバマ大統領とつながりましたけどね、これはどうも怪しいんですよ。アラブの戦争はですね、おそらくはですね、まあ非常に簡単に、また非常にこう角の立つ言い方をすればですね、アラブの戦争っていうのはアメリカがちょっかいを出して、紛争が起こるようにちょっかい出して、例えばアラブの春っていうのがそうですね。まあ、あのオバマ大統領とクリントン、女性のクリントンの方がやった、私から見ると非常に悪辣な計画に見えますが、アラブの春っていうむちゃくちゃなことをやって、アラブを大混乱に陥れて、各地で内紛を起こして戦争になって武器を売ると、まあ、こういうことを目指したんじゃないかなと思う節が、まあ、具体的なところにもいっぱいあるんですね。だから、まあ、オバマ大統領もですね、あのオバマ大統領というのは善意の人のように見えて、それほど善意じゃないんですよ。だいたいハーバードを卒業した優秀なアメリカ人というのはだいたい自分のことしか考えないんですよね。まあ、日本で言えば東大卒の御用学者みたいなもんなんですよ。それでそういう性質をちょっと持ってるんですね。ですから軍需産業からのお前戦争しろ戦争しろっていうのにもある程度付き合ったと思うんですよ。クリントン夫婦がものすごく金持ちなのはそれが非常に濃厚なんですね。つまり我々が世界情勢を見るときに、軍隊は戦争を従ってないんだけど軍需産業は従っていると、まあ、当たり前ですよね。軍需産業売り上げ上げるんだよね。売り上げ上げるためには世界で紛争がなきゃいけないんですからね。もう北朝鮮なんかも軍需産業から見たら閉めたもんなんですよ。みんなは北朝鮮困ると思ってますけど、そんなことも軍需産業は全然のことないんですよ。人が死ななければ商売にならないっていう、そういう仕事ですからね。まあ美しく言えば我が祖国を守る、我が祖国を守るっていう非常に美しい表現と、売らなければ自分が倒産して職を失うっていうのが同じっていう、そういう仕事なんですね。でまあ昨今の北朝鮮もしくはシリアなんかのですね、それからヨーロッパの紛争なんかの状態における日本のマスコミの報道論調を見ますとね、まるで軍隊が戦争したがっててっていう感じなんですが、そうじゃないんですよね。だからそこのところ間違えますとね、いろんな国際情勢を間違えるわけですね。まあ、日本もですね、戦争しなかったらもう自衛隊は本当に自衛隊が困、お金に困ってるのは戦争がないからなんですよね。だから自衛隊は困らないんです。自衛隊はですね、例えば98式戦車なら98式戦車、10型戦車なら10型戦車に乗ってそれ訓練してればいいんだから、それでいいんですけども、軍需産業が困っちゃうわけですよ。だから軍需産業は常に新しいものを供給せんといかんので、平和が困るわけですね。だからみんなが軍隊があると戦争になると、これ間違いなんですよ。軍隊があった方が戦争にならないんです。それはお互いに軍隊同士が戦うと負けちゃうから、片側に軍隊がいなければ戦争になります。っていうのは軍隊は一人も死なないで相手国を占領しますからね。ところが軍需産業はそうじゃないんですよ。軍需産業は常に戦争したがるんです。私が見るところ、いつでもこのいつの世でも戦争したがるのは軍需産業とメディアと大衆ですね。この3つが必ず戦争したがります。日本の大東亜戦争の時も一番戦争を煽ったのが朝日新聞ですからね。朝日新聞が一番戦争を煽りました。それに煽ったのに乗っかったのが大衆、しめしめって言って飛行機うんと作ったのが軍需産業。最後まで戦争嫌だと、最後の御前会議で多分負けるんですけど仕方ありませんからやりましたのが軍隊なんですね。これは現在でも同じなんで、ニュースを見るときにですね、軍需産業もしくは現在では軍需産業のさらに後ろにいる金融ですね、お金、まあだから軍需産業とお金の人たちが戦争を起こしていると、まあそういうふうに極端に言っていいと思うんですね。それが軍隊のせいになっている、隠れ蓑を使っているということなんで、これは多くの人が注意をしなきゃいけないと思います。